逮捕後のクラウス・シリング・クラウス・カール・シリングは、ドイツの医学者。熱帯医学の博士号を有する。また、ダッハウ強制収容所内に、マラリア治療のための研究所を設置していたことで、知られる。名は、クラウスとも書かれる。門下に、5件がいる。1871年、ミュンヘンにて生を受ける。1898年からは、 ベルリン大学のロベルトコッホに指示し、マラリアに関する研究を行った。東郷及びドイツ領東アフリカで医師として勤務した後、ロベルトコッホ研究所にて熱帯医学部長に選ばれる。1920年代、シリングはイタリア及びベルリンの病院で精神病患者に対する血清学的実験を行った。1936年には教授となり、 後定年まで勤めた1941年11月、ローマにて、全国健康指導者、レオナルド・コンティと会談し、ハインリヒ・ヒムラー SS 長官が、ダッハウ強制収容所にて、マラリア研究を継続するように求めている旨を伝えられた。1942年2月、シリングは、ダッハウ収容所内で、マラリア治療に関する研究に着手した。彼は、 マラリア治療に関する研究を行うため、マラリア原虫を持つかにさらしたり、あるいは大気栓に直接原虫を注射することで、人為的に収容者らにマラリアを発症させていた。こうした非人道的な人体実験に利用された収容者は1000人以上になると言われている。彼が開発した合成マラリア治療薬、ボーリンガー2516の効果も収容者らを 利用して確かめられた。当初はポーランド出身の生殖者らが実験体として使用され、後にはイタリア人やロシア人も使われた。人体実験による直接の死者は30名程度で、その後の影響による死者は300人から400人程度であった。人体実験は複数回行われたが、 ヒムラーの直接の命令による実験は1945年4月5日の一度のみだった。シリングの助手医師は1943年4月頃までルドルフ・ブラヒテルが務めていたが、その後1944年半ばまではクルト・プレトナーが務めた。ダッハウ主要裁判中、被告として証言を行うシリング敗戦後の1945年11月15日。 シリングは、ダッハウ主要裁判の中で、その他の39人の被告と共に起訴を受けた。1945年12月13日、シリングの死刑が確定する。判決の中で、彼はマラリアに関する疑似医療的実験とそのすべての犠牲者について責任を負うものとされた。ノーベル科学賞受賞者のハインリヒビーラントは、百四十五年十二月十一日に、 発表した個人的な声明の中で、シリングの死刑判決に言及し、彼は真の研究者であり、科学的な目標を情熱的に追求する男だった。秘密を作らず率直に語る、彼は、私にとっては、党組織の側に立つ、辛口のライバルだった。これは、大きな犠牲だが、しかし、彼は行かねばならないのだろうと述べた。1946年5月28日、 ランツベルク先般収容所にて、クラウス・シリングの公式刑が執行された。a b エルンストクレイ、アウシュビツ、ダイ・ NS、メジジン・ウント・イーレオプファー、フランクフルト、1997、S117FAB、メデザニシャファーズカイム・コンセントラーツヨオンスローパーダチャウ、バイエリッシュ・ランディ・セントラルフィア・ポラティッシュ・ビルドゥング、 シートナフリフホム18、ヤヌハー2千七7ハット、ウフステレオンデアバーサッチスパーシノン、マレリアバーサッチスションイムキロリットルダチャウ、ITS、ロールソン、アーカイブデア KG ジャデンクシュタットダチャウ、ナンバー5793、アーカイブデア KG ジャデンクシュタットダチャウ、ナンバー3297、ホルガーレッシング、デアエスタドクアープロトセス、バーデンバーデン1993、 S320, S エルンストクレーダスパーシネンリグシコンツームドリッテンライヒウェアワーズフォアウントナウハ1945、フランクフルト2007、S535、ありがとうございます。